敵はブラオカー。勝負は変則ルールの麻雀17方。開始は三好前田と組み、ブラオカに勝負を挑む。3人で社長、はい、何かいい方法はないのか。ダメだ、思いつかれ。何かいい方法はないのか。必ず手はある。分かってるな、前田。バッチリです、カイジさん。何かいい方法はないのか。圧倒的ひらめき。これならいける。社長の小細工は分かっている。前田に覗かせて必勝のつもりだ。だが社長は死ぬ前、三好と俺も同じ手を使っていることを。前田への対策は、手配の選択が終わったら伏せるとかして、これで俺の情報は 70% くらいしか伝わらない。これが大きい。これで勝てる。なんだこのありえない偏りは。ひらめき。これならいける。ロン、ロンダンス。カイジ、まさかの2連敗。まさか、騙されていた。前田と三好があちら側。なんで、なんで裏切る。なんで。むしろ有利なんだ。奴らがまだ俺を騙せているという思い込み、突破口なんだ。これが何かいい方法はないのか。圧倒的ひらめき。これならいける。来た、これだ。見えざるものを見よ。繋がった。起死回生の救出の道が。トイレに行く。この言葉、これでひらめいた。うまくはまれば8割で勝つ。
待たせたな。再会だ。決着の時。それでは行くざんす。手配はこれか。策略。トイレだ。悪いが持っていく。こんな蛇の巣に大事な灰を置いていけないんだな。バカな奴よ、今のうちに全ての灰を開いた。写真を撮る。待たせたな。社長、奥様からお電話です。え？ああ、カイジ君、ちょっと失礼するぞ。さっさと済ませてこい。手に入れたぞ、勝つ技、勝つ神。お前の町は分析済み。この4年待ち。さてさて、どれにするざんすかね。これです。見誤ったよ、あんた。ラン策略成功。